バタコさんとポッポちゃんのドールセットだね。ここから開けて、じゃん。こんな感じのセットで入っていて、よいしょ。これが紙のシートだね。ジャムおじさんたちが野菜を売ってるよ。あ、食パンマンもいたね。そして、このポッポちゃん、ポッポちゃんは袋から出すとこんな感じになっていて、コロコロ転がして遊ぶことができるよ。ジャムおじさんたちのところにやってくるのかな。そしてこれがバタコさん。バタコさんはお人形になっていて、こうやって手をついて芝生の上で座っていることもできるんだね。それから小さな飾り付けるものがたくさんあるね。こんな感じ。このたくさんの小さな部品を取り付けるのがこのプレートだね。よし、それじゃあこのシールをまずは貼っていこうかな。よし、この形にこのプレートが合わせて作ってあるね。こうやって合わせて貼ってあげて、畑仕事をする後に手を洗う水道もあるね。これをここの、よいしょ、柵としてこうやって取り付けてあげて、それからこれだね。この形に合わせてこんな感じでシールが作ってあるから、バタコズファームって書いてあるね。バタコさんの畑っていう意味だよ。よし、こうやって合わせて貼り付けてあげて、そしてあともう一枚、ウェルカム、いつでも来てねっていう意味かな。アンパンマンがウェルカムって言っているこのシール、これをここに取り付けて、そしてこの横のところに、よいしょ、立ててあげるよ。そしてこの畑のところにこうやって、そしてこのトウモロコシをこんな感じで取り付けて、そしてもう一つ木があって、これをこうやって、そしてこれかな、この穴のところに、よいしょ、木の枝を差し込んであげて、これはトマトかな、トマト。それからこれがキャベツかな、レタス、キャベツ。よし、今度は人参と、よいしょ、そしてこれがさつまいもだね。さつまいもと、それからこれはブロッコリーかな。こんな感じで畑ができて、このクワで耕してあげたり、このお水じょうろでお水をあげたりして遊ぶんだよ。畑で採れた野菜をジャムおじさんが売っているんだね。